開始1分前ですね。残り20秒です。10秒前、9、8、7、6、5秒前、4、3、2、1。じゃあ、そうそう、いきます。皆さん、こんにちは。ハイサイ協会レーベルの時間が来ました。いかがお過ごしでしょうか。FM ギノワンと FM コザをお聞きくださり、心から感謝いたします。この番組は、皆さんの身近にあるキリストの教会を紹介する番組です。いつでもどこにでも目にする教会ですが、教会のことはよく知らないという方が多いと思います。本当は、教会は皆さんの役に立っていて、良き相談相手でもあるのです。また、誰でも気軽に入れるのが教会です。そして、皆さんのどんな問題にも解決の力になれるのが教会です。この教会を正しく紹介するのがこの番組です。1時間生放送でお送りいたします。どうぞ最後までお聞きくださいますようお願いします。また、楽しいゴスペル、賛美歌もおかけしますので、音楽も楽しんでください。それでは本日の御言葉をお読みいたします。箴言3章11節。我が子よ、主の懲らしめをないがしろにするな。その叱責を厭うな。父が可愛がる子を叱るように、主は愛する者を叱る。幸いなことよ、知恵を見出す人、
英知を抱く 人はそれの儲けは銀の儲けに勝り、その収穫は黄金に勝るからだ。知恵は真珠よりも尊く、あなたの望むどんなものもこれとは比べられない。その右の手には長寿があり、その左の手には富と誉れがある。その道は楽しい道であり、その通り道は皆平安である。知恵はこれを固く握る者には命の木である。これを掴んでいる者は幸いである。主は知恵をもって地のもとを定め、英知をもって天を固く立てられた。深淵はその知識によって張り裂け、雲は露を注ぐ。我が子よ、優れた知性と思量等をよく見張り、これらを見失うな。それらはあなたのたくましい命となり、あなたの首の麗しさとなる。アーメン。さあ今日もですね、1時間お付き合いお願いいたします。今日もですね、ちょっと山内先生の方がお仕事の方で来れるかどうかちょっとわからないということで、はい、はい、今日はですね、私木更木司と、はい、さい荒垣弘正です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。早速ツイキャスにメールが来てますね。はい、カメラの位置が違いますねっていうに、はい、コメントがありますが、山内先生、途中から見えるかもしれないんで席を開けてて待っておきたいと思いますので、はい、本来は私がここが、定席でございます。そうですね、はいはい、さあ今日はどのようなテーマでお話ししていきましょうか。はい、今日もですね、はい、先週に引き続き進化論と創造論についての話ということで、山内先生から伺ってたんですけども、はい、お相手するのが今いないんで、はい、まあ、多少勝手にまた進めさせていきましょうか。はいはい、先週もですね、はい、もう1時間で進化論について、創造論についてということで、いろんなポイントを挙げながら、確認してまいりましたが、進化論の最もたる、重い罪は 何かっていうことですよね。はい、まあ創造論の中には神様が私たちを作ったっていうのが創造論の最もたる根拠になりますね。はい、そうですね。じゃあそれを取り除いた場合には一体どうなるんだろう、考え方がどうなるんだろう。神様が作ったんじゃない。そうなると今度は進化論の中では一番進化したもの、生物でいうと人間、はい、人間が一番進化の、最上位に立っているという、形になるんですね。はい、一番進化したものがこの世を支配している、人間が一番偉いんだ、神がいなくても人間は全て善悪全て自由に決めることができる、こういうことを勝手に思い込むと一体どうなっていくんだろうか。はい、どうなっていくんでしょうか。聖書の中にも気ままに振る舞うってありますね。はい、あります。ということは、人間は、神様が善悪を判断するっていうある一定の基準を示したんですけども、はい、結局は誘惑に負けたりとかそういう悪事に誘われたりすると、ちょっとぐらいならいいんだろうとかね、そういうような誘惑に、揺られるんですね。はい、となるとやはり罪を犯してしまう。その根拠はまた何かと言いますと、私たちを作ってくださった方のことをないがしろにするほど、罪はないですよね。そうですね、はい、特に人間としても親両親を、なくて我々生まれたんだというような形に勝手に自分は存在したんだということになると親は悲しみますよね。悲しみます、はい、でそれよりもっと上ですよね、はい、そういうふうに神様が作ってくださったということが、分からないということは、これは、人間にとっての最も大きな罪、ご自分を作られた神様を知らない、どん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 神から離れていくっていうことになります。ああ、
はい、そうなんですね、はい、ですから、この基本的なところをもう一度、はい、思い起こしてからまた、先週のおさらいをしながらですね、先生が到着するのも待っておきましょうなるほど、 OK、 わかりました。じゃあそれではですね、はい、まず最初今日の1曲目をいきたいと思います。曲は、届けたいです。どうぞ。
はい、ハイサイ協会デービルをお届けしております。まあ、山内先生まだ到着しませんので、荒垣弘正と木曽薙司君でお届けしていきますが、先週に引き続き、創造論についてお話をしていきたいと思います。はい、聖書に基づいてもう一度ですね、確認をしていきながら、進めていきたいと思いますが、まあ、創造論をお話しするにはやはり創世記の、一番最初から話した方が分かりやすいと思います。聖書がもしお手元にあるんでしたら、聖書の胃の一番の1ページを開いて、この1ページと2ページ目は、神様が、天地を作られた、そして、地上のあらゆるものも作られたということが、書かれております。もう一度読んでみましょうね。創世記の、1章1節、はじめに神が天と地を創造した。地は暴漠として何もなかった。闇が大水の上にあり、神の霊が水の 上を動いていた。神は仰せられた。光があれ。すると光があった。神は光を見てよしとされた。神は光と闇とを区別された。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり朝があった。これが第一日目ですね。はい。そして神は仰せられた。大空が水の真っただ中にあれ、水と水との間に区別があれ。神は大空を作り、大空の下の水と大空の上の水とを区別された。そのようになった。神は大空を天と名付けられた。夕があり朝があった。第2日目、はい、このようにして、神様は1日2日作られました。そして、3日目には、神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神はそれを見てよしとされた。神は仰せられた。地が植物、すなわち種を生じる草やその中に種がある実を結ぶ果樹を種類に従って地の上に芽生えさせよ。そのようになった。地は植物、すなわち種を生じる草を種類に従って、またその中に種がある実を結ぶ木を種類に従って生じさせた。神はそれを見てよしとされた。13節の方では夕があり朝があった。第3日目ですね。そして14節は神は仰せられた。光るものが天の大空にあって、昼と夜とを区別せよ。印のために、季節のため、日のため、年のためにあれ。また天の大空で光るものとなり、地上を照らせ。そのようになった。神は2つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものには昼を司らせ、また、星を作られた。小さい方の光るものには夜を司らせたということですね。ちょっと飛ばしてしまいましたが、この大きい光るものは、太陽のことを指します。そして、小さい方の光るものは夜、これは月を意味しますね。あるいは星とかを意味します。このようにしてですね、神は3日目4日目というふうに作ってまいりました。はい。そして5日目には翼があるもの、海の居住、鳥などを想像していきます。これ5日目ですね。そして6日目に我々人間を作っていく、まあ、これ先週も紹介しましたが、そのようにして1週間をかけて、そして7日目になって神様は休まれたということですね。これが今日でいう1週間という
ライフサイクルの単位になっていくわけですよね、はい、我々の日常生活でもずっと使ってますよね。はい、使ってます、はい、でも日本でこのようなものが使われるようになったのはわずか150年ぐらいならないぐらい前の話なんですよ、はい、これ以前はずっと前にもあのラジオで紹介しましたが日本はあの旧暦を使ってるんですよね、はい、旧暦にこういう曜日っていうのはしっかりと位置づけられてないんで曖昧な部分がまだあったと思うんですけども、はい、このように1週間という形になって、今日に至っているのが、明治の初めぐらいなんですね。カレンダーを決めたのもですね、はい、そして、日本はまた4月から、年度始めというスタートしますよね。はい、します。それにも根拠があるんですよね。あ、そうなんですか。はい、世界中いろいろ違うんですよね、はい、例えばアメリカなんかは9月から始まったりしますよね、はい、入学式なんかは9月から始まったりします。そうですよね、はい、日本では入学式は基本的には4月から始まりますね、はい、これはなぜかと言いますとやっぱり日本は気候に合わせて実りの秋ということで、はい、秋にいろんなものが実って収穫をしてそれらを現金化していって納税できるようになるにはだいたいこの4月から5月とか年度始めにかけてということで、はい、予算編成をするためにはですね、はい、一番都合がいいのは4月にした方がいいだろうというような意味合いも込めてそこに落ち着いたと言われてるんですね。ああ、なるほど、はい、だからこれ世界中の気候とかいろいろ違いますから、はい、世界においてはいろんな、スタートラインというのは、年度の始めというのも違うんですけども、はい、まあ、日本では4月が、もう定着していて随分なると思うんですけども、まあ、少しずつまた変えていこうっていうような機運もあるんですよね。例えば大学試験なんてとっても寒い時期にやるじゃないですか。はい、します。もう風が流行っていたりね、場所によっては大雪で、はい、受験会場に行くのにも大変苦労してですね、はい、たったその時に体調悪くして、受験滑ったとなるとですねとてもかわいそうですよね。そうですよね、はい、まあ、そういったのも含めて考えていくべき直していくべきじゃないかっていうような意見もあったりするんですけども、はい、まあ、そういったところもですねちょっと注目していけばと思うんですけども、まあ、こういったものも、全て、聖書が基準になって始まっているということをお分かりいただけると思います、はい、それでですね、まあ先週からの、話の続きなんですけども、進化論がですねこれだけ、もてはやされてて私もびっくりするんですけどね、自分が乗ってる車も実はですね、はい、コマーシャルでは進化系なんとかって言ったりするんですよね。車種までは言いませんけども、はい、確かにそういう CM が流れてます、ね、CM 流れますよね、はい、ここまであるかっていうふうに思ったんですけどもまた先週紹介しました高原五一郎先生のね、これだけ進化論の矛盾点っていうのをねあれだけ口酸っぱく説いてるのにね、この先生もね、一つだけですね、はい、習慣づいてポロって言ったことがあるんですよ、はい、私が使ってる携帯電話はねガラケーですって言ったんですよね。ガラケーの語源は分かりますよね。あ、分かります、はいはい、ガラパゴス携帯、ガラパゴス携帯と言いますよね、はい、これを、短くして ガラケー、はい、ガラパゴスってどういう意味が込められてます？ガラパゴス諸島という島、はい、その、まあ、航海もしにくいので、うん、その島の中で独自にできた進化、そうですよね、生態系、はいはい、ダーウィンがね、はい、この島に行った時にねイグアナとか植物とか鳥とかいろんなものを観察していくと、特にゾウガメですね、はい、が、他の島々にいるカメと形が違うということで、あ、孤立してたら独自に進化していくんだっていうような思いがあって、はい、ガラパゴスは進化の言葉の代表格みたいになっちゃったんですね、はい、で日本の携帯電話の技術っていうのは非常に世界でも優れているようでありましてですね、はい、独自の開発をしていったんで、はい、決して、古いとかじゃなくて、まあ、独自の、ね、機能があって世界基準からはちょっと違った基準で技術が発展してきたということで、ガラケーというふうに呼んでるようなんですけどもね、はい、まあ、ここまでやっぱりね人間は、特に日本人は、進化のイメージを、ものにまで名付けていってきてるなっていうのがお分かりいただけると思います、まあ、これだけですね、
まあ、進化論というのが、主であって創造論というのは邪道みたいにね、はい、思われてるというのが日本の風潮、教育の中でもそういうことがはびこってるというのがお分かりいただけるかなと思いますね、はい。まあ、こういったところは、本当は、改めていかなければならないんですけども、でもですね、なぜこれができないかと言いますとね、私も十分考えたんですけども、一人ぼっちではですね言いにくいっていう世界があると思うんですね、はい、みんながね100名中99名が、はい、これは自然に進化してきたんだっていうふうな答えで言われてるのに、はい、一人だけ違います、神が作ったんですっていうのは一人だけ言いにくい、はい、まあ、これが答えだと思いますね、言いづらい、まあ、そういったところをですね、はい、たった一人だけ聖書を読んでて、こう書いてありますよって言ってもなかなかすぐには理解していただけないっていうところがあろうかと思います、はい、まあ、その辺も含めて、自然科学では今進化論が教え続けられてて、これもまた日本人分からなかったと思うんですけどね、ヨーロッパとかではもう両論教えて生徒に選ばせるっていうことをやってると言いましたよね、はい、そういったところも、ある意味では日本人学ぶべきじゃないですかね、答えが科学的に出てないんであれば一緒に生徒も先生も一緒に解決していってみようとか探って研究してみようっていうのをやる時期に来てもおかしくないんじゃないかなと思いますけどね。そうですね、はい、はい、じゃあここでまた1曲お届けしたいと思います、はい、お願いします、はい、神の国とその義とです。といえば、削除するを押していただいて、ん、削除するっていうのが画面に出てませんか。はい、で、その右下の、左下のライブ開始ですね、画面の、はい、そしてエンターキーを押してパソコンの OK ですね。そういえば来年から新しい国家資格ができるみたいですね。ん、来年から新しい国家資格ができるみたいです、ね。なんの、情報処理安全確保支援士。うん、それはどういったのに使われる？あのサイバー資格っていうみたいで、あのネット上のサイバー国家資格っていうみたいで、ネット上のセキュリティ関係を行うことをする。コメント読んであげてね。はい。
これ20秒で試合負けます。はい、ハイサイ協会レベルをお届けしています。早速ツイッターの方にもツイキャスの方にもたくさんコメントが来ておりますので、はい、少しご紹介していきたいと思います。はい、ルドルフさんからですね、アメリカでは進化論を教えてはいけないという州もあったかと思いますがということであるんですかね。はい、そうです、はい、先週言いましたように明治の初期の頃ですね、はい、日本がこの創造論を教えないで進化論を教えてるっていう話をしましたけども、アメリカではもう、当たり前に創造論のみを教えるっていうのが教育の基準ですね。あ、で最近からですね、はい、進化論の方を取り入れたところもあるようですけども、あくまでも両論を教えるっていうのが、アメリカでもそういう基準になっています。州によってはいわゆるもう創造論のみ教育するというところが、はい、まあ、多分ほとんどだと思いますね。なるほど、はいはい、でそして同じくルドルフさんからですね、暦は太陽暦以外に旧暦、太陰暦、アラビア暦、ユダヤ暦といろいろありますよね。はい、そうですね、山ほどいろんな暦があるんですね、はい、太陽暦と太陰暦、いわゆる旧暦ですね、はい、は私も知ってますが、アラビア暦とかユダヤ暦になるとねちょっと複雑でね、私勉強しようと思ったことあるんですけども、難しくてですね、はい、まだ、チャレンジしておりません。なるほど。よくね、予分の月の、9日とかいろいろ あるんですよ。あ、そうなんですね、うん、この日にはいろんな、災いが起こるとかっていうのがあったりしてですね、はい、9.11 とかいろんな地震があった日とかっていうのはその日にピタンコ当たるというふうに言われてる月があるんですけどね、その辺詳しい方がいれば教えていただければなと思うんですけども、はいはい、なるほどなるほど、うん、結構暦も普通の僕らが使っているのはなんか2001年とか、あ、そうですね、はい、やはりユダヤとかギリシャっていうのは天文学者って多いですよね、はい、こういうふうに古代の人たちは空を眺めて、星とか月とか太陽の位置を確認しながらですね、季節を確認してこれからいろんなものを、経験則で判断していって農業に生かしていったと思うんですよ、はい、まあ、そういったところの観察力っていうのは非常に優れてたと思うし、また長い時間をかけてねこういったものを作り上げてきたというふうに思うんですね、はい、うん、まあ、そういったところを、まあ、現代人も、一つ一つやっぱり学ぶべきところは学んだ方がいいかなと思いますね。そうですね、はい、さ、そして岩手先生はまだ来られないということで今日も間に合わないかもしれないですね。あ、そうですね、はい、せっかく、今日も話しようと思ってたんですけども、はい、それではですねもう一つですね、はい、先週もちょこっとだけ触れましたけども呼ぶ木の中にですね、今度は生物ではなくて地球のことについてですね、はい、書かれてる箇所があるんですね。ちょっとお読みします。はい、呼ぶ木の28章、誠に銀には鉱山があり金には精錬するところがある、鉄は土から取られ銅は石を溶かして取る、人は闇を目当てとしその隅々にまで行って暗闇と暗黒の石を探し出す、彼は人里離れたところに立て坑を掘り込み行き交う人に忘れ去られ、人から離れてそこにぶら下がり揺れ動く、地そのものはそこから食物を出すがその下は死のように湧き返っている、その石はサファイアの出る元、その塵と塵には金がある、まあこういうふうにまだまだ続くんですけども、はい、まあ、これだけ読んでみてもですね、これは呼ぶ木というのは今から3500年ぐらい前に書かれた書物だというふうに言われているんですね、はい、青銅器時代というふうに言われてて、まあ、銅を加工していろいろと使ってた時代の始まりでもあるんですけども、はい、もうすでにですね地の表面のことは誰でも分かりますよね。分かりますね、はい、地には食物を植えたら育つ、
野菜を植えたりね、木を植えたりすると植物が育って、そこから食物食べ物を得ることができるっていうことまでは分かると思うんですけども、はい、このもっと下、うんと掘って掘っていくと、その下は火のように湧き返っているっていうふうに書かれてますね。地の下に火っていう字が出てくるっていうのは、当時の人からすれば普通は信じられない話ですよね、はい、当時どころじゃなくて100年以上前の人間でも地球上の人たちは信じられないと思いますね、はい、でこれがはっきりと科学で分かったのはまだ100年ぐらい前なんですね。まだそんだけしか経っていない、はい、これ学校 の, 理科の時間とかに習った記憶があると思うんですけどね、はい、モホロビチッチフレンズクメンということを習ったかと思うんですけども、はい、略してモホメンって言いますね、これは今1905年にですね、バルカンの方に地震があったんですね。この地震により、これをモホロビチッチという人は、地震発見したんですよ、はい、地殻とマントルとの、境界面、境目ですね、この地震波の、速さがこの面で急速に変わるらしいんですね、はい、やはり地表とその下を滞留しているマントルというのは物質的に違うわけですから、はい、この振動する、スピードというのは急激に変わっていくわけですよね、はい、そういったところを、発見していって、マントルが滞留しているということも後々よく分かっていくんですね。これが1905年ぐらいに発見したということですね、はい、まあ、1909年かな、うん、辞典の方ではそういうふうに書かれているんですけども、おですから、聖書というのはこれだけ3500年前からこういうことまで書かれているということは人間が書けませんよね、まあ、書いたのは人間かもしれませんが、それ知恵を与えたのは誰かということですよね、はい、神様ですよね、はい、神の、こう予言があったからこそ、はい、このような、コメントが書けるというのは、聖書に表されている通りであります、はい、ですから、いかに、聖書が予言の書であるかということもお分かりいただけるし、この地球も作った人じゃないと分かりませんよ、そこまではね。おうそういうことですよね。そうですね、うん、後々 の, 学者が、科学で、証明していくっていうのにも相当の時間がかかってるわけですね。はい、はい、それではですね、はい、もうもう一つですね、はい、進めていきたいのがあるんですけども、はい、何でしょうか。まあ、山内先生今日いないんで進化論の話とか創造論の話はまた次回に持ち越してですね、次回に、はい、覇権国家っていう話をしていきたいと思うんですよね。覇権国家、はい、はい、地球人類で、はい、その時代時代を握っていた、まあちょっと乱暴な言い方すれば牛耳ってたっていう国々っていうのを聞かれてると思うんですけども、はい、まあ500年ぐらい遡ってですね、5600年ぐらい遡って考えていきたいと思うんですよ、はい、もちろん中国も、かなりの力のある国ではありましたが、はい、この5600年前っていうのは、ヨーロッパが強い時代があったんですね、はい、まず挙げられるのが、ポルトガル、ポルトガル、はい、スペイン、はい、そして、オランダ、はい、イギリス、イギリス、そして近年になるとアメリカっていう風になってくるんですけども、はい、この、今言った、流れっていうのは実はですね、一番この国々から一番遠い日本にやってきた順序と一致すると言われてるんですね、はい、まあ、彼らからすれば、極東ですよね。そうですね、はい、日本人も教育の中で、極東とか中東とか中近東とかって言うんですけども、はい、これ前にも話しましたがねこれは初めて言いました、はい、
本当は日本から西側ですよね、はい、西側なのに、ね、なぜ中東っていうの東って書くのか。そうですよね。なぜあんなに離れてるのに中近東って近いって書くのか、はい、ですね。いや実はこれはですね、ヨーロッパ特にイギリスから見て東で、近いところは近東、ヨーロッパのすぐ隣が近東、はい、近い東で、ちょっと離れた中東が中近東、中近東、中東ですね。そして極東、これは英語で言うと、はい、ファーイースト、はい、ミドルイースト、はい、ニアイーストっていうのを日本人は直訳して使っちゃったんですよね、そのまま、はい、それで自分たちのいるところを極東極東っていうふうに言っちゃったんですよね。なるほど、うん、で今でもニュースでは中東情勢とかってよく言いますよね。言いますね、はい、でも教科書では最近からはですね、東アジアっていうふうに書かれてるそうですよね。あ、そうなんですね、はい、やっぱり気づいちゃったんですよね、はい、でも癖ついてますよ、これもね、長年によって癖ついてるんで、中東っていうふうに、我々も呼んだりしますし、ニュースの原稿でもほとんど中東っていうふうに紹介しますよね、はい。まあ、これはあくまでもヨーロッパから、見たあの位置関係でこういった言葉が発生してきて、そのまま日本語に直訳したっていうところから始まってるんですね。あ、なるほど、はい、でまずあのスペインとかポルトガル、特にあの鉄砲の伝来で日本はよく知ってますよね、はい、種子島に鉄砲が伝わったっていうのが、はい、有名な話ですよね、はい、これ、1500年代だと思うんですけども、はい、鉄砲が、種子島に伝わった。その時にですね、この鉄砲いくらぐらいしたと思います？1個あたりですか？はい、1兆って言いますね。今のお金に換算して、はい、今のお金に換算してもいいですよ、はい。まあ、高い、まあ、高価なもので100万ちょっとぐらい、うん、あの司君が言ったのはね、ポルトガルの国内ではこれぐらいの値段で売られて取引されてたらしいんですよ。ポルトガルで100万円ぐらい、はい、80万から100万ぐらいと言われててですね、うーんと1年ぐらいかけてね、アフリカの沖からインド洋を通って、はい、日本まで来るわけですから、1年ぐらいかけて来るわけですよね。ああ、なるほど、うん、そこで売りさばくわけですから、それは100万で売っても儲けてないので、儲けてないですよね。400500万、うん、もう答えから言いましょうね、自信ありませんので、はい、1兆1億円、1億円、はい、あの千両、当時のお金で千両、はい、それをですね2兆買ったんですよ、はい、だから2億円、2億円、はい、払ったんですね。わー、すごいな、この国はっていうね、ポルトガル人思ったらしいんですけどね、はい、よし、じゃあ来年も来てね、もっと満載して、売りに来るって言ったら、翌年は、翌年っていうかな、次来た時っていうのは満載してきたけど、売れなかったっていうんですよね。なぜ売れなかったか分かります？そんな高いも買ってられないで、その鉄砲を日本で作った。あ、そうですね、はい、メイドインジャパンを作ったんですね。もうすでにさすが日本人はこういった、技術って言いますかね、はい、真似る技術もすごいですね、はい、それで大量生産を自国でできるようになって、何千兆って作ったんですね、はい、それを戦で生かしていくっていうことになって、ただし火薬を作るっていうような技術はまだ弱かったらしくて、はい、火薬だけは買い付けてたっていうふうに言われるんですけどね、はい、そしてその後にね、またフランシスコ・ザビエルっていう方も来ますよね、宣教師、はい、宣教師が、はい、これが1549年、はい、まあ、以後よく来る宣教師っていうようななるほど、ことで覚えていただければという数字なんですね、はい、ポルトガルが鉄砲を伝えたのが1543年、わずかの違いなんですけどね、はい、ですからポルトガルとスペインというのは同じぐらい の時代に大繁栄した時代なんですね。なるほど、はい、ですから、中南米見たら分かると思いますね、はい、メキシコから以南っていうのはメキシコ人はメキシコ語話してますか？いや、話してないですよね。ブラジル人はブラジル語話してますか？いえ、話してなかったと思います、はい、ブラジルはポルトガル語ですよね、はい、その他は全部スペイン語なんですよ、はい、これだけ大きな、国々がたくさんの国々が、ポルトガルとスペインで占めてたっていう時代、これはもう名残として今残ってるんですね、はい、でアメリカでも私昨年のちょうど今ぐらいですね、11月ぐらいに
サンフランシスコ行きましたけど、サンフランシスコもね結構スペイン語が使われている地域なんですね。はい、ですから、スペイン語っていうのは世界中でこう話される、言語っていう、これは当時覇権国家だったという名残が今でも残ってるっていう証拠ですね。はい、じゃあ今じゃあポルトガル製のなんか製品とかってあります？スペイン製の製品っていうのが世界を席巻してるっていうのはないんじゃないでしょうか。ないですよね。はい、だから栄枯盛衰、なぜじゃあこう弱くなっていったのか、あれだけ、ね、大航海時代があったのに今では、はい、まあ、世界でトップランナーに走ってるというのがあまり聞かないというのはなぜなのかというのも、これも理由がある。これは最後に話しましょうね。はい、そしてその次にオランダが来るんですね。オランダ、はい、オランダは1600年、1600年といえば日本人大体分かりますね。関ヶ原の戦いがあった年ですね。そうです、関ヶ原の戦いが、はい、東西両軍に分かれて戦いが繰り広げられたっていう、はい、その年ぐらいにオランダ人が来るんですね。あ、フーリエ号っていうのが日本に到着するんですけど、はい、この船もですね、もともと日本に来る予定ではなかったのが、インドネシアに行く予定だったのが、嵐に巻き込まれて、はい、ナンパしながら、死ぬ思いして、はい、死ぬ思いというかたくさんの船員が死んだらしいんですけども、はい、それでもう迷い迷いながら流れ着いたのが日本だったということですね。なるほど。はい、でその時にですね、日本は、どういう時代だったかというと、結構鎖国した時代ですから、海外のことってあまり知らないんですよね。はい、でオランダっていう国の名前で言ってますけども、本当の国の名前って分かります？ネーデルラント連邦共和国。お、よく知ってるね。はい、珍しいね。確かこれちらっとだけ小学校の時に変な国の名前ってことで覚えたんですよ。ちらっと先生が言ったの。あ、パチ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 、さすがですね。はい、大抵の人わからないんですよ。はい、オランダはオランダだろうっていうふうに言うんですけど、はい、本名は、ネーデルランドっていうんですね。はい、なぜじゃあオランダになったのかですよね、問題は。これも知ってます？これはわかんないですね。はい、日本人がね、まあ、たどたどしいこの通訳を介していろいろ話したときに、うん、どちらから来たんですかって言ったときに、はい、ホランド州というところから、州から来たということを言ったら、はい、オランダと聞き間違えてオランダになったんですよね。州の名前言ったんですよ。あ、自分の来た国じゃなくて、はい、国の中にある市の名前を言ったみたいな。はい、そう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 、はい、日本で言えばどこから来たのって大阪から来ました、沖縄から来ましたって言ったら、はい、大阪国になってたかもしれないし沖縄国になってたかもしれないし、はい、まあ、そういうふうにしてですね、その土地の名前を言ってしまったがゆえにホーランドがオランダになってしまったっていうことね。なるほど。まあ、それがゆえんで実際はオランダっていうのは、日本だけらしいですね。はい、オランダっていうのを使うのはそうですよね。はい、でこれはどういった影響を与えたかというとですね、はい、オランダ語の名残が日本にはいっぱいありますよね。オランダ語の名残、はい、例えばですね、ガラスとかね、ガラス、コップとかね、コップ、コーヒー、はい、シロップ、はい、そして、おてんば娘って、おてんばって言いますよね。はい、これもおてんぶーという言葉から来たらしいんですね。ああ、なるほど。うん、そして、エレキテル、はい、エレキテルってのはエレキギターとかっていうように、エレクトロ、英語で言うとエレクトロニクスですけどね、はい、エレキテル、電気のことですね。なるほど。で当時とっても流行ったね、学問といえば、蘭学っていうふうに言われてるんですね。はい、日本人が一生懸命に勉強した、学問が蘭学だから、蘭学ことはじめっていう言葉も流行ったんですね。江戸ではですね。そして解体新書とかっていうのも、医学の本ですね、はい、そういったものも流行ったりした。はい、だからオランダっていうのは今でもこういった、言葉に影響が与えてる。そして今日本で一番賑やかな祭りって何の祭りかご存知ですか？賑やかな祭り、はい、いっぱい祭りありますよね、日本中。祇園祭り？あ、祇園祭りもありますけど、だんじり、うん、うん、そうですね。もっと他には、九州で、九州、今九州でいうと多分長崎で行われる祭りですか？福岡では、博多では、天神祭り
近いですけどね、まあいいですね、はい、うん、あの博多どんたくって聞いたことありますよね。あ、僕ないです。博多どんたくっていうのが、はい、観客の動員が一番多いっていう祭りなんですね、はい、だからこのどんたくっていうのもですね、はい、オランダ語から来てると言われてますね。なるほど。どんたく、これはあの、はい、日曜日とか休み休日のことを表して、オランダ人日曜日になったら教会に行くときにね、めかし込んでいくんですよね、はい、そして楽しそうにいろんな歌を歌いながら行くし、賛美をしながら行くもんですから、賑やかで楽しいというのはお祭りみたいなもんっていうふうに思い込んで、どんたくっていうのはあの祭りのことだっていうふうに当時の人たち思って、はい、博多どんたくっていうふうにネーミングされたらしいですね。おお、なるほど、はい、そしてあの土曜日のこと半ドンって言いましたよね。はい、言いました。最近はもう週休2日制になってほとんど使わなくなりましたけども、はい、半ドン、半分どんたく、博多どんたくから来たどんたく、半分休みということですね、はい、半ドンという、まあ、こういったところにもオランダ語から来た名残があって、非常にオランダと日本が付き合いが深かった時代がある、はいはい、そして次にですね、はい、日本にやってくるのはイギリスなんですね。あ、なるほど。1808年、はい、その時にも琉球にもね、ちょっとその後にね、はい、ずっと前に紹介したあのベッテルハイムとかバジルホール艦隊が琉球にもやってきたっていうのがその1800年の、初めぐらいなんですね。なるほど、うん、そういうふうにしてあのこの背景には、何があるかっていう話を、はい、本当はやりたかったんですけども、もうお時間、ほとんど時間がやってまいりましたね、はい、来週来れるかなあ、来週は、うん、まあ多分先生も、はい、来られると思いますので、この栄枯盛衰の、順番には、はい、背景には、聖書と深い関わりがあったということを紹介したいと思います。わかりました、はいはい、それでは今日のハイサイで教会デビューいかがだったでしょうか。今日はここまでとなります。今日お届けしました私木更木司と、はい、荒垣裕政でした、はい、それでは今日一日皆さんが幸せになるようお祈りしております、はい、良い一日でありますようにお祈りいたします。はい、皆さんさようなら。さようなら。